クリスマスを前に、大阪・吹田市の大学院では、サンタクロースなどに扮した師たちが、入院中の子供たちにプレゼントを配りました。大阪・吹田市の大学医学部附属病院は、クリスマスを院で過ごす入院中の子供たちに毎年師たちがプレゼントを送っています。に、日和市およそ20人のほか、活動、今日しているタレントの西田ひかるさん、サタクロースやトナカイに扮して傷病に入院している30人余りを訪ねました。そして、おもちゃや絵元などが入った、テントを手渡し、早く元気になって、などと声をかけていました。プレゼン、受け取った子供たちは、早速包みか、おもちゃを取り出し、夢中になって遊ん、いました。2歳の男の子の母親は、とが喜んで遊んでいて、とてもありがいい。子供は入院していることでいい。いろんな思いを抱えていると思いますが、念になりましたと話していました。と、組を行っている大阪大学大学院の、薫教授は、普段見られない笑顔が、